おはようございます。今日はね、3月27日水曜日になります。見ての通りね、今日は曇りです。一昨日ぐらいのね、天気予報だった今日昼間もね、日中も雨マークがついてるとこあったんですけど、雨マークなくなりました。ただね、夜から雨になるような予報が出てます。気温は現在、気温朝8時の時点で現在の気温は6度になります。月曜金曜はね、月火でね、ペンシルバニア州の方までね、行ってましたのでね、ニューヨークにはいませんでした。まあ、ニューヨークからね、行くと、ペンシルバニア州の方行くと、やっぱ田舎に感じちゃいますよね。まあ、昨日ね、一昨日、月曜日の夜仕事終わった時に、ご飯を食べて何食べようかなと思ってね、まあ、ピザ屋はあるんですけどね、ピザはその前食べてたんでね、ピザ屋かぶっちゃうんでと思って、フィラデルフィアチーズステーキの店を探してね、行きましたけども、早いですよね。確か8時半ぐらいにね、お店が閉まっちゃう。まあ夜空いてても、買いに来なかったりね、食べに来なかったり。マンハッタンだったらね、夜ね、お客さん来るんでしょうけどもね、やっぱり田舎だと買いに来ないですよね。歩いてすぐにってわけにいかないですからね。車でどこに行くにも車の乗らないといけないですから。まあ、アメリカは本来そういうところなんでしょうけどね。ゴミの収集があるんで曲がっていきましょう。はい、今建築中のビル、右側の建築中のビルのところがちょっともやって、上の方がもやってるような感じがします。私は西側に行くんで今車を進めています。63ストリート曲がります。ちょっと気温がね、最近少し低いんでね、まあ、セントラルパークの桜も足踏み状態になっちゃってますよね。ウェイティングになってますけどね。まあ、一気にね、これで暖かくなれば咲くんでしょうけども。セントラルパーク、まもなくするとね、もうね、セントラルパークもこう外から中がね、内側が見えなくなっちゃいますよね。葉が生い茂るとね、
少しずつ緑がね、葉っぱがついてきてますよね。低層の木とかね、まだまだ大きい木は、大木はまだまだかもしれません。ホテルが改装工事中かな。食事してる人はいないかな。待ってる人がいるのかな。はい、リッツカールトン。はい、シックスアベニューね、ここが終わりです。セントラルパークサウスでぶつかって終わりですね、ロックアベ。私はね、セブンスアベニュー行きます。ちょうど出てくるところがね、先のところがエイサーベニューですね。エイサーベニューがずっとセントラルパークウエストに。今車が出てきているところは八幡部ですね。八幡部もここで終わりです。この先はね、セントラルパークウエストになります。ちょうどね、後ろ側にキャラクターがいたら気づかなかった。後で見るとキャラクターがいました。外にね、置いてありますね。はい、ブロードウェイに入りました。ブロードウェイの5、
順調。まあ、この界隈ホテルが多いからね、車待ってますよね。ちょうどね、コロンバサークルの方向を向いてますよね、車ね。走ってます。北に向かって車を走ってます。54ストリートで右折します。またブロードウェイに戻ってきました。54のね、こうブロードウェイ、ブロードウェイを右折します。今買ったのはね、こちらのパンとチョコレートがついたパンとコーヒーです。パンとコーヒーでね、ベンダー51ストリート8アベニューにあるベンダーさんで屋台で4ドルです。はい、今私はね、57、5番街のところにいます。ヴィトン・ティファニーのところですね。明日はね、バイデン大統領、そして、前の、ね、大統領オバマさん、前の大統領クリントンさんも来るということで、あ、トランプが珍しくいます。トランプさん、トランプさんがいます。久しぶりにトランプさん見ました。交通整理してますね。最近いなかった、寒いからいなかったんですけどね、今日いました。だいぶ人がね、増えてきたわし、人が出てきても断然、全く動かんですね。まあ、帰宅の時間なのか、バスもね、長距離っていうか、長距離走る、このロングディスタンスのバス、MTA の、これ7ドルですかね、運賃は、それが走ってます。ローカルよりも高いですね。ローカルがね、2.75 ですね。こっちが7ドル。
辛いですね。混んでますよね。クロスタウンも渋滞しています。はい、セントパトリックチャーチのとこですね。51ストリート、ちょうど正面の車みたいにね、これね、突っ込んでくるとね、走れないっていう感じですかね。突っ込むかなっていう感じですよね。1台ぐらい早く行ってもしょうがないのにね。人は随分いますね。まあ、明日そのプレゼント来るってことがあって、皆さん今日中に片付けて、明日はね、会社に来ないとかね、あるかもしれませんね。まあでも反対デモとかもね、予想されてるみたいですね。なんかどうなるんでしょうか。
と混んでるんですかね。その辺ははっきり分かりませんけど、混んでますよね、ここは。ここだけでもう10分ぐらい、ね、渋滞してるかなって感じかな。49は今ね通り過ぎましたね。どないしたんやろっていう感じですね、こんな混んでるのは。まあ、警備とかの、ね、渋滞じゃないですね。車の量がただ多いから混んでるんでしょうね。マジソンからパークがね抜けられない可能性もあるんですよね。その時によってね工事してることもあります。どうでしょうか。3月もね残すとこもう少ないです。あとわずかですね。今日27日、明日28、あと4日か。今日入れたら5日ですけど、まあ、4日ですかね。曲がる車、右とかで曲がる車少ないとかですね、ほとんどの車はみんなまっすぐ行くだけですからね。まあ、2車線はいつもの通りバスレーンなんで、外壁修理でしょうかね。ゴンドラ今上がってます。2人乗ってますよね。46ストリート。